2014年、クリストファー・ポール・オニールは、イギリス出身のアメリカ合衆国の投資家で、スウェーデン王女マデレーンの夫である。投資銀行勤務のアメリカ人の息子として、ロンドンで生まれた。幼少期は、父の仕事の都合で、イギリス、スイス、オーストリア、ドイツで過ごした。ボストン大学、コロンビアビジネススクールで学び、ニューヨークで働き始める。マデレーン王女とは、 2011年彼女がニューヨークに長期滞在していた頃に出会って交際を始めた。2012年10月25日に婚約を発表し、2013年6月8日にストックホルム宮殿のチャペルで結婚式が取り行われた。夫妻はその後ニューヨークに生活拠点を置いた。2014年2月20日に第一子のレオノールがニューヨークで誕生し、同年6月8日に ストックホルムで洗礼式を行った。2015年6月15日に第2子のニコラスが2018年3月9日に第3子のアドリアンネが誕生している。現在はロンドンとストックホルムを行き来しながら生活している。スウェーデンの法律では王女の子も王室の範囲内に入るのでオニールの子2人もそれぞれ王女、王子となる。 ただし2019年10月7日付で王女、王子の称号や借位は保持しながらも殿下の称号を有したりや国費を受け取る王族の身分からは外れている。ありがとうございます。